初めて知らないです。嘘つかんと思います。なんでお前ずっと座ってんの。ちゃんとどけかしろよ。2人で食べたお金ですよね。何使ってんの。そうなんですけど。自分のものじゃない、明らかに自分の髪の毛じゃないものとかもあって、多分家帰ると思います。いつもなこれ100分でちょっと行きます。この分もう今月5回目ですよ。多分まあ風俗っぽいですね。なんやこの下着、めちゃくちゃ良いやね。これちょっと突っ込んでみてるか。私一人で行きます。ちょっと待ってください、行きましょう。何やってんの。出るのが早いの。誰してんの。え、誰バレてるか。お邪魔します。え、誰、うるさないか、いきなり。そうなのか。ちょっとカメラちょっとやめてもらっていいですか。いや、まあ一応証拠なんで、これも。お、奥さんから以前から相談を受けてて、旦那様の行動が怪しいということで。いや、何もしないですけど。ごめんなさい、あのカメラちょっとつけて全部奥さん見てた。いや、どういうこと。こっちが聞きたいんだけど。いや、俺家帰りにシャワー浴びてただけだけど。それしか言ってない。見てたって言ってんじゃん全部。何が思ってる。旦那さん、あの奥さん、はい、子供おるのも分かってるんですよね。もちろんです、はい。いや、お兄さんたちは今それ関係ないし、私が聞いてるから。誰なんですか。どういった関係で。友達です。友達で、はい。それ相談されてて、で、今日え、それで逆にいきなり入ってきて、何なんですか、これは。逆にいきなり誰入れてる。私がいないところ。何してたの。もう僕ら奥さんから許可もらってるんですけど、旦那さん、酒の女性の方って誰なんですかね。許可もらってないんですよね、奥さんに。女の子ですか。あの全部見てたんで、もうカメラで。初めてじゃないですよね。いや、ちょっと今日だけ呼ぼうかなと思って。いや、もう全部それも聞いてるんで、初めてじゃないですよね。嘘つかんといてください。てか知らばっくれてるけど、髪の毛とかをつけるの知ってるし、小物の位置変わってんのも見てるし。何してんの。いや、夜遅く出て行ったりさ。いや、まあ夜遅く出てるのはもう仕事やし、髪の毛はやっぱり外出て帰ってきたらやっぱ。意味わかんないじゃん、どんだけ女と密着してんのって話なんだけど。まあやっぱり。やっぱりって何。いや、まあ僕らもちょっと見てもってるんでね。しかもあの奥さん今妊娠中ですよね。奥さんやっぱ気にしてんのがお金使いが荒いっていうのでお願いされてるんですけど。どういうことにお金使ってるんですかね。もうちょっと開き直っちゃうんですけど、テリヘルテリヘルヘル。これはちゃんとあのちょっと正当は説明させてほしいんだけど。正当もなくない。だからやっぱり身ごもってるし、俺のやっぱり性癖がさ、ちょっと癖が強すぎて、ちょっと癖が強すぎて、ね、理由になってない。そもそもこの家私の家で借りてるし、何人の名義で借りた家に女呼んでんの。しかもバカ高い金払って。我慢できなかったよ。意味わかんないし、我慢しない。てかしろよ。新しく生まれてくる子供のために2人で食べたお金ですよね。何使ってんの。そうなんですけど。家を開けるって。そんなよ。はい、そうですね。まあ落ち着けて。とりあえず説明で言うと、2人で食べたお金がどん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 減っていくと。でそれでまあ相談を受けてて、奥さんはまあ今子供もできたし、まあ、これからのことをずっと考えて働いてたけども、旦那さんの僕が怪しいっていうことで僕らもずっと相談を受けてたんで、正直髪の毛とかもなんか落ちてたらしいんですよ。言い訳やりましょう、ね、それで浮気してるんじゃないかっていうので怪しんでたん で、どこにお金を使ってるのかっていうのを調べてほしいっていうことで。あ、でまあ、結構奥さんも外出られることが多かったでしょ。そうですね、はい。旦那さんその間家で何してんのかなっていうのが、まあ、浮気してるんじゃないかっていうのはやっぱ心配してて、子供もおるし、でこれから先のことも考えていかなあかんのに、これも減っていって意味が分からへん状態っていうことで相談を受けてて、今回こういうことやったんで、さすがにやっぱ奥さんの気持ちも分かるじゃないですか。まあでも浮気じゃないんですよ。いや、浮気じゃなくて僕の性癖なんですよ。浮気じゃないんで。いや、浮気だ。お姉さん一回もうちょっと普通に謝りましょう。浮気かどうかはもうやっぱり奥さんが決めることじゃないですかね。浮気か浮気じゃないかはまあ別としておいて、今回一般の方じゃなかったんであれなんですけど、誠意に謝りましょう。ごめんなさい。てかさ、なんでお前ずっと座って
ませんでした。とりあえず奥さんも今多分もうヒートアップしちゃうだけなんで、これ以上多分2人では多分話し合いできないと思うんで、ちょっと、まあ、今後のことを踏まえて、はい、一旦どうしましょう、2人で喋りますか。一旦離れました。奥さんはこの状態なんで、はい、子供もおるし、はい、奥さんにちょっと、まあ、今後どうしていいか、まあ、もしかしたら弁護士通じての話になるかもしれないし、もともと奥さんもそういう話やったんで、一般人じゃなかったんであれなんですけど、まあ、浮気やったらまあ別れるっていう話で僕らに相談しとったんで、まあ、あとはもう奥さん次第やと思うんで、やっぱ妊娠中にこれはちょっとさすがに、しかも一緒に住んでる家にっていうのが、はい、ということで、とりあえず、まあ、奥さんが結構カートになってたんで、まあ、一旦もう帰ってもらうことにして送って、奥さん的にはもう離婚するっていう、うん、弁護士紹介してって言ってたな、うん、でまあちょっと弁護士紹介して、このパターンってどうなるか分かんないんですけど、子供もな、うん、多分おる状態やからもうやっていかれへんっていう感じにはもうなってたんで、だいぶ旦那さん性癖やばかったな、プラウやな結構。奥さん妊娠してるもんな、子供のために多分貯めたって言ってたお金をずっと使われてたっていうのは多分そこが余計にもでかいやろうし、うん、まあ、あとはもう僕らちょっと入れる話ではないんで、うん、奥さん次第で僕らも弁護士さん紹介して最終的にまあどういう決断、まあ、一応奥さんにもまだ一回落ち着いて旦那さんと話するとは言ってたんで、まあ、最終どうなるか分かんないですけど、うん、その連絡だけもらってどういう風になったかっていうのは一応報告だけもらうようにしてるんで、それ次第で動画アップさせてもらいます。何本か撮ったけど結構全部ドロドロやな。そうやな、結構多いねんな、ま、しかも不倫ってめちゃくちゃ多いし、 DM もすごいね。 DM めっちゃ結構来てるな。俺ら今動いてんのが関西圏内だけで、うん、この前ちょうど協力会社さん、うん、手伝ってもらうことになったんで、うんうん、撮影 NG の方は全然 OK なんで、俺らはもうだいぶ限られてるけど、今動ける範囲で関西圏内で撮影 OK の方のみ、プラスアルファである程度の証拠じゃないけどをやり取りさせてもらった段階で相談させてもらうんで、まあ、その段階で決めてこれいけそうやなっていうのをちょっと絞ってやっていってるんで、まあ、撮影 NG の方はこういう相談があるっていうのも第一のインスタ概要欄貼ってるんで、ここに言ってくれたら全然何でも相談ください。ちょっとかわいそうやったな。かわいそうやったな。いやもうどうすんねやろなって感じやけど、うん、奥さんは結構もう離婚もう一択やったやんか、うん、ちょっと微妙なとこやけどな、風俗って浮気にはならんねやろな、でも多分法律的には、うん、法律的にはなんか1回目っていうか、そのほんまそれもやめてくれやめてくれっていうので何回もしつこく風俗行くとかやったら浮気に認定されると、なんかそういうのもあるらしいんだけど、うんうん、あんまそこまで詳しくはおるのも分からんから、うん、はっきりとは言われへんけど、うん、まあでも気持ち的にはかなりな、多分もう無理やろな。そうやろな、しかも見てもうたしな、もうリアルタイムで子供おる中でも奥さんずっとも働きして、うん、これからの将来のためにっていうのでやっぱお金をずっと貯めてたのが減ってたっていうのが余計に大きかったと思う、うん、でも奥さんはなんか最後は一人で育てていくんでぐらいで立ち直ってはいたんで、うん、まあでも離婚の方向では考えてたんで僕ら入れない部分なんで、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。もともと彼氏さんのなんかこう浮気を疑い始めたポイントっていうのはどんなポイントですかね。それって私の家ですか。あ、そうです。私が契約してるのにありえないんですけど。何やってんのお前、待ってよ。ちょっと待ってください。おら。こうなるからカメラ回してる。ふざけんなよ、おら。待ってんの意味わからんくない？